伊勢国氏、田畑氏ですか。伊勢国氏というのはやっぱりない、いつなのかというと、これは、近房の三男、北畠顕義であると。これ、顕信が一時、伊勢国氏だったんじゃないかという話もあったりして、次男顕信で三男顕義で、顕義の子孫というふうに見られたんですけども、まあ、近年ではもう顕義が最初であって、伊勢国氏という形で、南伊勢の支配を行っていると。竹城を築城、竹御所というふうに、言われていたと。伊勢国氏ついても、いわゆる伊勢の神でもないし、伊勢国氏という形に国長から任命されていません。守護にも任命されたり任命されなかったりしているし、基本的に難しいのは、例えば守護権を、行使したという言い方も、そもそも守護にもなってないし、守護権なのかどうなのかと。いわゆる国司とか守護とか、やっぱり先ほど出てきた地行国主的な形を、彼ら使っているというかで、地行主という見方を、先ほどのこれでは、大藪海さんは、この本の中で、地行主と最近では把握されているというふうに、まあ、おっしゃっています。北畠顕康は南北朝合一後も、その1年間は、抵抗を続けて、1392年に南北朝合一、1393年に伊勢南半分の地行権承認と引き換えに北朝とは伏すると。まあ、だからまあ、彼らにとっては地行権を引き取れるかどうかということがポイントだったんだろうと。そういう、南半分、伊勢南半分守護的な地行権を持つ地行主というか、そういった、北畠家はもちろん武力的にも、持っていた、武力も整備されていたために、室町幕府からは、武力面でも期待されると、そういう、存在になっていくと。大江の乱では山名時弘と共に大内を知ると戦っています。顕康の、息子の北畠光康は、戦死して、次男の、北畠光政が後を継ぐと。ここまで見る限りでは、この北畠家というのは、あっという間に室町幕府体制に馴染んだわけです。この三つという、辺境をもらって、大江の乱で、まあ、戦死すると。大江の乱で、足利義満のために戦って戦死すると。そういったものを引き換えに、自らの、南伊勢の、支配を強めていくという形になります。ところが、息子の北畠光政は二度にわたる放棄を行っています。やっぱりそういう意味では、彼は南朝型だったんですね。というのは、昭光天皇の継承、後花園天皇の継承のこの2回ですね。基本的には明徳の和訳の、履行を求める立場から行っているというふうに、まあ、見られています。これ、必ずしもそうなのかというのは意外と難しいところなんですけどね。というのは、1回目、まあ、よく言われた五亀山法皇の出奔に呼応していると。で、この五亀山法皇が明徳の和訳の履行を求めるために出奔したんだというんですけど、これ実は調べてみると、前後関係調べてみると、実はどうも違うらしいですね。というのは、五亀山法皇が出奔した後、五湖松天皇の皇子、御人親王の親王宣下が行われてるんで、つまり昭光天皇即位の準備ができてる。逆に言うたら、御人親王の親王宣下、御人王が親王になる。で、この当時は親王宣下が事実上の次期皇太子の使命です。ということは、五亀山が出奔したから、この御人親王のへの親王宣下が成功したということは、五亀山は明徳の役の履行を求めたんじゃなくて、別の理由があって、これ実は関門日記にはっきり書いてあって、金に困ったらしいということが出ています。で、これは、明徳の和訳の履行とありますけども、五亀山法皇の経済援助は、これ実は、室町幕府にとっては、一応条件だったんですけども、五亀山法皇はそれを行われずに、五亀山法皇に引き渡された八条飲料と、それから、諸国国家領は完全に転退していて、播磨の国の国家領は伏見の宮家に引き渡されてたんで、そこは機能してると。でも機能してるところは伏見の宮家に渡されて、五亀山法皇は全くどないしようもないということで、出奔して、当時京都にいた後村上天皇の王子である上野宮金成親王が、仲介して和睦すると。
この五神山とそれから三政と幕府の間を、取り持って和睦したと。で、五神山も帰郷したけども、これはおそらく経済援助の問題。だから三政の場合も、所領問題があったんじゃないかと。北半、伊勢国内での所領問題。北半分の、北半分を押さえていた守護、時石、まあ、時の所領である家康、その下の黒人である長野、こういったあたりとの所領関係は常に、問題あったんで、1回目に関して実際に、あれなのかっていうのは慎重に調べる必要があると。2回目、これは小倉宮の出奔にこうして挙兵。これ小倉宮は五神山法皇の孫にあたります。で、五神山法皇はもちろん亡くなっていて、その息子も亡くなっていて、小倉宮。この小倉宮が、出奔した。それにこうして挙兵しています。一回目は、とりあえず、足利氏持ちの方針では、こういう仲介を使って、まあ、なるべく武力を使わないと。これ二回目の場合は、足利義教ですから、もう、叩き潰せと。いうことで、幕府軍に、実は、与安持頼さんは、この頃、御所内で、なんか、乱行パーティーやらかして、御所の女官たちと、五駒松からぶち切れられて、伊勢の守護職を取り上げられとったんですけども、で、与安から畠山三家に、変わっとったんですが、義教は三家が京都離れてもらったら困るっつんで、与安持頼を、復帰させます。与安持頼を軸に幕府軍が、組織されて、北畠光政は廃止、戦死します。赤松光助が仲介して、光政の息子の範朝、が継承、三政の弟の岡町秋政、彼が、貢献するという形で、まとめます。で、これ赤松は北畠に限らず、村上源氏全体の、取り次ぎを担当しています。というのは赤松家は村上源氏を、一応名乗ってますから、村上源氏を名乗っていて、村上源氏の方も、その赤松を村上源氏と。いう形で、まあ、赤松とは、まあ、ウィンウィンの関係を築いていたと。その赤松光助が仲介したんで、北畠氏は助かったんですけども、だから、そこで、柿津の乱で起こしたときに、赤松光助の息子の赤松憲康は、伊勢に逃げてきたんですね。前、助けてやったんやから、俺助けてくれるやろうと。でも、北畠憲朝としては、確かに親父に助けてもらったけども、今、ここで、赤松憲康をどないかするとどないしようもないよねと、これここまでやってもらうとどないしようもないよねと、殺しちゃまずいよねと。例えば逃げて、挙兵したんならまだ救いようあるけども、将軍殺しちゃったらどうしようもないよねというわけで、北畠憲朝は赤松憲康を殺害しています。それから応仁の乱の時に、足利義見は東軍の総大将でありながら途中、逃亡してますが、吉見は伊勢の方を向かってます。で、伊勢で北畠憲朝の庇護を受けて、で、翌年、帰っていきます。で、この吉見と保護したことで、応仁の乱では、北畠政里さんは苦労するわけですね。というのは、吉見と親しかったことで、吉見が西軍に行っちゃうと、北畠政里も西軍に行くんじゃないかというふうに疑いをかけられます。で、実際彼は西軍型の主力である畠山義弘との関係が深かったということで、伊勢守護を1479年に罷免されています。まあ、70年に赴任されとったんですけどね、79年に罷免されてしまいます。せっかく北畠は伊勢守護にもなれたのに、まあ、それを取り上げられちゃったと。で、もう一つ北畠政里の、大きな、活動というのは、宇治山田合戦で、宇治と山田の対立に介入します。内宮の型を持って、攻め込んだんで、下宮が消失するという事故を起こしています。北畠家が、伊勢下宮を焼き払っちゃったという事件です。で、これについては、俺が焼いたんじゃないと。山田の奴らが焼いたんだと。山田の奴らが焼いたんだと。で、もう当然、俺が内宮を、まあ、支持するのは当然だろうというふうに、まあ、開き直ってるんで、北畠が伊勢神宮を焼いちゃうと。まあ、下宮を焼いちゃうと。
まあ、下宮と内宮、その頃対立します。あの、で、これ、あの、あれですよね、下宮からすりゃ、下宮の渡来家からすりゃ、下船と。あの、そういえば、神農書道書くときに、北畠親房は伊勢で、渡来家行きに伊勢神道を学んでるんですよね。下宮の渡来家行きに、まあ、あの伊勢神道を習ってるんですけども、その、子孫の北畠正里が、今度は下宮を焼いちゃうと。っていうのは、まあ、あれでしょうね。北畠正里の、肖像画、これは生前に描かれた樹像です。ので、非常に、近いものと思いますけども、非常に特徴的なのは、普通は座った形で、こっちを向いてるのが多いのに、この人はこっちを向いてるという形。まあ、創業で、しかも立像で、しかも向いてる向きが、あさっての方を向いてると。まあ、当時の肖像画と非常に変わった肖像画であるところが指摘されています。ただその背景、意図、そういったものは全く、分かりません。明王の内乱、まあ、あの後継ぎ争いといいますか、お家騒動ですね。これは正人の息子、北畠吉家とその家来が対立します。彼らは吉家の、異母弟である、諸持ちを擁立して、吉家を幽閉します。で、これを驚いたことに正里がどうも吉家の幽閉に関わってたらしいということで、まあこれは吉家が一応後継いだ後も正里と吉家の二重政権になっていて、まあ吉家と正里の間に、対立関係があったっていうのが実は大きいだろう。吉家がおそらく樹立しようとして正里と対立したと。で、この正里の協力っていうのは吉家の幽閉が正里と協力したってことですね。ところが、こういう内部分裂を起こしているときに、伊勢北半分にいた有力守護で、あの有力黒人である長野氏によって、北畠氏が攻撃を受けるということがあって、結局最終的にこれ気の毒な話なんだけど、正里は吉家を幽閉を解いて、諸持ちの切腹を、諸持ちを切って、吉家を治すと。これによって、結局北畠吉家の、総領権が確立して、正里の影響力が落ちていくと。明王の政変では足利義稙、ね、義稙に影響し、まあ名前からして、あれですね、名前からして明らかにこれ返球受けてるよねという。で、これなんか吉家ってなんか読み方がおかしいなと思うんですけども、これはお湯の上日記にこう書いてあるんで、あ、こいつは吉家やったんやと。竹近とかなんかそういう名前になるんかなと思ったら、もう普通に吉家やったと。これも足利義稙なんとかになるので足利義稙だったと。まあ義稙、後に、彼は義稙、義稙って名前を、目まぐるしく変えますが、足利義稙。栄翔の錯乱後、これはあのあれですね、栄翔の錯乱っていうのは細川政元の暗殺ですね。この細川の政元の暗殺、それに続くお家騒動、最終的に細川隆国の先生が、あの、ハゲモニが成立する、この栄翔錯乱後、復帰した足利義稙によって、再び伊勢守護職に返り咲いたと。北畠吉家の頃。北畠家の最盛期は次のこの北畠春友ですね。北畠春友は細川隆国を保護して、現在竹城にある、庭園通のこの細川隆国がいる頃に作られたものだと考えられています。だからまあ竹城に行かれた場合は、この細川隆国の庭なんだなと。北畠春友、まあこの細川隆国は残念ながらこの後伊勢で力を蓄えて再び、元気よく機内に行ったら細川春元にボコられて最後は大物崩れで殺されちゃうんですけども、高国を保護して、自然の旅に送り出していると。カルトモは、大和の国、それから島の国、そちらの方にも出ていき、さらに紀伊の国の熊野、尾鷲、新宮まで制圧しています。だから北畠家がかなり広がっていく時期ですね。あの、伊勢の南半分だけじゃなくて、島の国も抑えて、大和の国の方にも入っていき、さらに、熊野、尾鷲、新宮。だから新宮まで行ったらもう、太平洋も出せる。熊野全体を抑えていると。伊勢神宮の、宇治、山田、門前町を、制圧して、伊勢神宮も支配下に収めていくと。息子の、智則、この時に最盛期を迎えます。長年対立してきた長野家、長野氏を、制圧し、次男の、智富士を、
長野友富士と言って、長野市を継がせて、完全長野市も、一門の中に 組み入れると。で、さらに島の国で北畠を対立した久喜義隆を追放して、久喜氏を一時的に滅亡に追い込むと。こうして、北畠智則は、伊勢を中心に伊勢の北半分まで押さえて、伊勢一国、それから大和の国の、一部、島の国の全域、それから紀伊の国の、西半分を抑えるという、紀伊半島の、東半分を制圧するという、最大半島を築きました。これは北畠の最盛期だったんですけども、伊勢ということは結局、織田信長が力を伸ばしてくる中で、織田信長による侵攻が、始まり、最終的に信長次男を養子にします。これが北畠友豊ですね。北畠友豊という形で信長の次男を迎え入れざるを得なくなると。この北畠のこの処置、この時にどうも足利義昭が裏で動いたんだけども、それがどうも義昭と信長の、不仲のきっかけになっていると。小さな行き違いがあったと。あの攘夷と競り合いという言葉があって、まあ、この頃から、つまずきの、方が見れる。決定的な決裂は、実は武田信玄が東道盟の国に、侵入して三方ヶ原で織田信長の、部隊と徳川家康連合軍がボロ負けした時にはっきり手を切れるわけですけども、義昭と信長の間の不仲のきっかけっていうのは、お互いの不信感っていうのはここから始まっていたんじゃないかなと。永禄12年、だからかなりまだ早いですね。意外と早くに始まっている。ただ、決定的に決裂するのは意外と遅いということです。まあ、この不仲とも、どっちかというと割合小さなもんじゃないかなと思われてるんですけども、まあ、きっかけはおそらくこの北畠の問題から、少しずつ、こう、亀裂が大きくなっていくんだろうなと。そういう形で、武田信玄が西上を開始すると、織田の影響力を除こうと、武田信玄との協力を模索して、その結果、信長によって北畠憲朝以下、北畠一門はほぼ殺されます。最後の北畠の名跡を持った北畠友豊は、清須会議の時に、織田信雄と、改名して、北畠家は消滅します。まあ、それ以前にほぼ、消滅しない。一応、名跡は残ったんですよね。北畠友豊とか一応残っとったんですが、信長の死後、名前を、織田に複製したために、北畠はあっさり消えてしまいました。